僕は小6で来年からジュニアユースに行くことが決まってるんですが、本田さんはユースと高校どっちがいいと思いますか？どっちも今はいいと思います。でも当時僕がガンバジュニアユース行った時は高校の方がいいと思ってました。その時は僕が高校を選ぶ時はまだユースよりなんか高校に行った方が活躍した時に J リーガーになれる、プロになれる、可能性が高いと思ってましたね。そういう、でも実際に人が多かったです。今はでもそうじゃないんで、どっちもいいと思います。むしろユースの方が多いんかな、今多分。